小室圭さんが愛子天皇の障壁になるのではないか、女性宮家議論が結婚問題で停滞しているというのが話題になってましたね。そうですね、まあ、障壁というか、まあ、あの女性天皇というか、まあ、女系天皇とかそういったところの障壁ってことでしょうね。なんか女性天皇に賛成っていうのは国民のアンケートで 85%。 そうですね、でも結構皆さんも賛成ということで、もともと女性天皇というのは昔からありますからね、特に問題ないんじゃないかというとこなんですけど、ちょっと議論になっていると。そうですね、要は女系天皇が問題っていうとこですね。なんかあれですよね、この女系天皇の話っていうところを東京オリンピック後に菅さんは国会の討論のメインにしようとしていると。その後にはまあ秋になってきたら今度あの衆議院選挙があるんで、はい、そもそも菅さんが総理大臣になるかどうかっていうのがまずあれですけどね。まあ分からないってところですよね、はい、まあ、支持率もかなり低いですし、かといってでも他誰が候補かっていうところも、いや結構ね、あの菅総理がになる可能性っていうのは高いかも分からないですね。どなたかなんかなりそうな人います？いや、まあいろいろと候補はいますね。ああ本当ですか。まあ、5人ぐらいなんか出てますよね。飛び抜けてる人ってでもいないんですよね、なんかこの一人だったらみたいな。別に菅さんが飛び抜けてるわけじゃないんでね、うん、まあ、もともと二階さんがあの初めに菅さんにしようみたいな感じで、まあ、フライングで、まあ、あの発表して、はいはいはい、まあ、他を納得させたみたいな感じがあって、今二階さん自体がもう年齢的に引退する可能性も出てきたんでね。ああまあそうですよね、もう1939年っていうことは82歳ですね。あ、まあ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 、もうゆっくりしてっていう感じですけどね。そうですね、小室圭さんの結婚自体は、はい、実際破綻になる可能性も まあまだゼロでは正直ないのはないですから。いや破綻になる可能性がゼロではないっていうか、結婚の可能性がゼロではないって感じですね。でも本人たちの間ではもうほぼほぼ結婚というか、まあ、婚約してるようなもんというか結婚に向かってるわけじゃないですか。いや今ね結構金銭トラブルとかがあってちょっとその婚約に向かってたんですけども、小室文書とかを発表してこれでちょっと納得してもらおうと思ったんだけども、もう逆に国民の感情を逆なでするというか、まあ、お世話になった恩人に対してもうお前から金もらってないみたいな感じで、返すつもりもないみたいな感じで、はい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 、なんやったら裁判してもいいぞみたいな感じで、こっちは録音音声持ってるんやからみたいな感じで恩人に対してまあそういう対応したんでね、国民としては別に金銭トラブルがどうなろうがどうってことないんですけども、まあ、もらったもんであろうが、はい、借りたもんであろうがどっちでもいいんですけども、まあ、その人間性としてその恩人に対して対応した対応がちょっと国民としては受け入れられなかったっていう形 で逆にこういった人が結婚することによって女性宮家が創設されて、眞子さんが女性宮家の当主になる可能性があって、当主になればその配偶者っていうのは皇族になるんですよ、はいはい、だから小室圭が皇族になるっていう形で圭殿下と呼ばなければいけないっていう形なんでね、だからその圭殿下として呼ぶのにふさわしい人間かってところでちょっとふさわしくないやろうってことしてね、まあ、実際なんかその有識者会議のメンバーでは八木教授とかが、まあ、眞子さまと小室圭の結婚に関して、まあ、その子供が天皇になる可能性もあるしっていう形の発言で言ってたんですけど、そういった言葉っていうのは議事録から削除されたりとか、はいはいはい、まあ、そういった感じになったりとかね。でもこれあれですもんね、だから周りが認めてなかったり国民が認めてないだけで、お二人の間ではもう結婚に向かってるわけですよね、はい、結婚したいし、まあ、変な話駆け落ちしてでも結婚したいぐらいなですよね。でもそうですね、だから駆け落ちっていうのはいつでもできるんですよ。まあ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 そうですねただまあそれをしたくないっていうところですよね。ただ眞子さまとしたら国民に認められて結婚がしたいってことなんでしょうね。当然そうでしょうね、まあ、そうすることによって一時金の1億5000万円が入ってくるんでね。はいはいはい、でももう雰囲気としてはねもう無理なのは分かるでしょうし、本人たちも感じてるところでしょうから。そうですね、なんか今言われてるのがね、その10月にお二人が30歳の誕生日なんで、そこにこう就職内定と同時にじゃないけど結婚にするんじゃないかみたいな、そういう話ですよね。そうしたいっていう形では、まあ、眞子さまは思ってるんでしょうね。でもこれ結局ねどれだけ伸ばしたとしても収まらないと思うんで、なんかもうさっとしてしまえって感じじゃないですかね、お二人的には。結局これまた何ヶ月も何年も伸ばして多分国民納得させられないじゃないですか結局、はいはい、当初の予定 その30歳までに眞子さんも結婚したいっていうのがあるから、はいはい、もうしてしまえっていう感じじゃないですか。もう最悪駆け落ちになってでも、だからまあ駆け落ちになって、まあ、金が、まあ、金は一応あんのか、貯金とかね。そうですね、絶対多く持ってると思うんでね
ただまあそれだったら小室圭さんとしてもね、あんまり美味しくない結婚というかね、 あんまりお金をたかれないなというかね、まあ、その貯金だけで終わっちゃうからね。でもそれだけでもなんか一般の人からしたらね、変な話、奥さんが何億も貯金持ってる人と結婚できる人ってどれだけおるんかっていう、まあそれはありますけどね。ただまあもうちょっと粘れば一時金とかも入ってきてっていう結婚がね、望める可能性があるので。だから小室圭さんとしては現状維持が一番いいという形になってるんですよね今。まあ今のところはね、それが一番小室圭さんとしてはいいんで、まあそれをなんとか頑張ろうっていう感じなんですけども、眞子さまが三十歳までに結婚したいっていう意思があるんで、まあその辺をまあ顔を立てるために小室文書を発表したんでしょうけどね。ああまあそうですね、それがまあマイナスに働いてしまったと余計。そうですね。だからまああとは結婚させないようにするには、まあ、小室圭さんを逮捕するとか、まあ、そのぐらいしかあまりなかなか、まあ、ダメージ的にはね、はい、まあそうですね。ただ逮捕されても、まあ、結婚するかどうかってことでしょうね。あとは逮捕されて結婚するはもうないんちゃいます。眞子さまもさすがに、あの小室圭自体も、まあ、元婚約者との会話を録音してたりとか、一応その張本人ではあるんで、はい、まあ、犯罪を幇助したっていうかね、そういう形で小室圭も逮捕される可能性っていうのはゼロじゃないですけどね。あ、まあ、知ってた可能性もありますもんね、うん、それ。まあ、それ両方とも逮捕されて獄中結婚するかどうかってことでしょうね。それはもう誰もが止めると思うんで、そう、まずないでしょうけど。でも今がだって誰もが止めてる状態ですからね。さすがに捕まった人と、まあちなみに遺族年金だけじゃなくて殺人の疑いも持たれてますからね。ああまあそうですよね、疑いというところですね、うん、今の時点では、まあ、一応自殺3人に連続して、で保険金とかもその保険会社が7年間疑ったから、こいつ殺人犯やろうと思って疑ったから7年間保険が下りなかったわけだしね。そうですね。ただまあそういうのを分かった上で、まあ、どうなんかなって思うんですけども、ちょっとこの辺に関してはね、どういうふうに感じたのか、よかったらコメントもらえると嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。